そんじゃ、いろいろ世話になっちまったな。まさかあそこまで尾を引くとは思わなかったからよ。ううん、とんでもないです。日曜学校の試験もあって大変でしたけど、ほんと楽しかったです。ふぅ、アルマータが動力ネットにあんなヤバいのを仕込んでたとはね。おかげで博士たちも半月拘束されてたし。兵ゆえ周りもだな。長老の一人がつながってやがったとは。道理でザオと義援爺さんが首都に来てたわけだ。ま、それぞれご苦労だった。リゼットは出航、お疲れさんだった。本当に助けられちまったな。いえ、私もお手伝いできて本当に実りある時間を過ごせました。メアについてわからなかったのは少々心残りですが。まあそっちはおいおいでいいだろう。少し見えてきたこともあるしな。で、お前さんはなんで鉄道なんかで帰省するんだ？何よ、悪い？この時期アウトバーンが渋滞気味で、鉄道の方が面倒がないってだけなんだから。ねえねえ、あれって間違いなさそう。でもなんか話してるね。後で隙見てサインもらおうか。バレバレですね。でも嬉しいです。最後にこうして来てくださって。まあせっかくだしね。先生、本当にありがとうございました。不出来な弟子で、これからも心配かけちまうかもしれませんが、少しは前に進めた気がします。それでよい。だが勘違いするな、万葉。道はこれからも続く。お主は果てなき道を歩むのだ。この世界でお主だけの道を。だがそれは決して一人ではない。それぞれの道は続きながら交わり寄り添っていくだろう。そんな当たり前のことにようやく気づけたようで何よりだ。参ったな。グーの根も出やしね。バンさん、私たち全員に言える言葉かと。そうかもね。5時となりました。この時間のニュースをお伝えします。革命記念祭で混乱のあった首都イーディスですが、今ではすっかり落ち着きを取り戻し。寒いし話し込むのもなんだ。発射時刻もあるだろうし、こんなところか。そんじゃな、またいつか会える日もあんだろ。手紙とかメールはたまにでいいぜ。筆不精だから返せねえかもしれぬ。なんだよ。いや、僕は理科大学の必修単位があるから一時的に帰省するだけなんだけど。え？私も里の新年祭に巫女役で出なくちゃいけないので。それとお兄ちゃんが帰省するらしいので、一緒に訓練して強くなって戻ってきます。あ？俺も母親の命日が近いから一旦コートに戻るだけだぜ。ま、新設があるからそれまでは宴会に舞台と洒落込むつもりだが。な、あの、私もアルマータの総括とメンテナンスのため帰社するだけで、よろしければ来期もまた契約を結ばせていただきたいと思います。まだ部屋は借りっぱなしでたまに寄ると思うんだけど。まあ年明けから新作のクランクインだし、しばらくは超絶忙しいけどね。他の弟子たちに改めて挨拶するゆえ、私はしばらく立ち寄れぬとは思うが、先ほどの言葉
早速実感できたのではないか。ええー、もうこれでもかってくらいにね。アニエス、全部知って黙ってやがったな。すみません、嘘をつかれたお返しということで。ざまあねえな。反省してください。そんじゃ学芸祭の方はなんとかなりそうなんだな。はい、企画の方はなんとか形になりまして、新年明けてから予算編成と準備をすぐに始めるつもりです。蓮先輩にばかり頼れませんし、頑張らないとですね。でも週1くらいで事務所に寄ろうと思っています。みんないませんし、放っておいたらバンさんの食生活も心配ですし。それじゃあ前と同じじゃねえか。いいから勉強と学芸祭に専念しろよ。少なくともアルマーダについては今度こそ完全にケリはついたはずだ。グレンデルに最後のゲネシス、他にもいろいろ不明なことはあるが、ま、骨休みがてらしばらく様子見だ。せいぜいしょぼい依頼でもこなしてるさ。でも、心配すんな。確かにあれはまだ俺の中にいる。いつ表に出てくるかわからない。そうなったら俺はまた同じ決断をしちまうかもしれない。だが諦めの悪すぎる連中が放ってくれねえと身に染みたからな。今度はもう少し考えるさ。よ、別に嘘じゃないからな。信用できません。せめて月2でお手伝いさせてください。やれやれ、ま、そのあたりが落としどころか。10区の外れだったか。あと10分くらいで着くな。やっぱり結構でかい家なのかよ。郊外の普通の一戸建てです。小さな庭付きで、昔はお母さんが花とハーブを育てていて、今も犬を飼っているんですよ。アルフォンスっていう男の子で、今は皇帝で飼われていますけど。久しぶりだな。バンさんにも紹介しますね。もう戻っているはずですし。いや、お前を送ったらすぐに失礼するつもりだったが、つーか戻ってるってまさか親父さんもってことか。ん？はい、昨日まで議会で忙しくしていたらしいですけど、今日から同じく年末年始の休暇で数日くらいは親子で過ごそうって。依頼の報酬の件もありますし、バンさんと話したいそうですけど。いやいや、あんなのその場のノリだろうが。 SP とかもいるんだろうし、家の前で失礼させて。大丈夫ですよ、外をさりげなく守ってくれてるだけですし。それにアンダルシアの冬季限定ケーキが無事買えたんです。コーヒーを入れますから、お父さんと召し上がってください。ったく、ほんと食えなくなりやがったな。